サンライズサンブーツです。サンライズです。おーっと、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 怖い怖い言われてるけど、皆さん何かおすすめ、おすすめはこのサンライズ第3回公演がなんと9月の17、19、20、23、24と飛び飛びでね、あのすごい。でも8公演ありまして、8公演、いつも3回公演、あ、どうぞどうぞ、お手持ちください。いつも3公演、4公演なんですけど、今回8公演ありまして、使い分けるために、こちらですね、サンライズさん8公演あるそうです。9月場所はどちらですか？大塚に大塚ぜひぜひ。でちょっと、まあ、今ここで買っていただくと、このレクチャーノートがかなり付くという形で、なかなかレクチャーノート残さない私たちが初めて聞いた。ご自身で普段されてる演技をレクチャーで、すごいですね。なんか一個、なんか見たい。なんか見たい。やるだけのブースで。なんか見たい。じゃあ、私の方に。じゃこれいきます、これ。これ、見えます？これ。中にめちゃくちゃ速いハエが入ってるんですよ、これ。ただ見えない、見えないです、速すぎて。ただ見えない、カメラでも見えないと思います。これ後で使います。トランプ使います。じゃあ、お願いしてもいいですか。はい。こうやって時に好きなタイミングでストップお願いします。ストップ。これ、じゃあこのカード覚えてください、皆さん。はい。で、一応もう一枚、もう一枚。じゃあちょっと、もう一枚取っていただいていいですか。もう一枚。二枚覚えてもらいますか。はい。OK ですか。覚えづらいですけど、じゃあまず一枚目の方を戻してください。これです。じゃあそれまだ持っててください。で、ハエが探しますカード。ちょっとこんな感じで手出していただいて、ハエを渡しますから。ただ危険なんでね。逃げないようにお願いします、ね。捕まえていいの？捕まえていいです。まず私が捕まえます。これ入ってる。捕まえた。これじゃあ入れるんで、この握ったままでお願いします。で、私はこうやって離すんで、離したらパッとこう解き放ってください。はい。ハエが探しに行きますから。はい。行きますよ。はい。今カード探しに行きました。あ、いた。ちっこいけど。ちっちゃ。ちょっと見えましたね。カード何でした？1枚目。ダイヤの11ジャック。ダイヤのジャック合ってます。もう1枚カードあります、ね。ダイヤな。じゃあカードもう1枚出していただいて。ちょっとじゃあ次もう1回カノンさんじゃ手出していただいて。またハエ渡しますんで。はい。また手出してもらって。今ハエ。はい、で、2枚目これです、これ、これしまいます。じゃあ同じようにやるんで、同じタイミングでこうパッと解き放ってください。はい。さっきと同じルーティンでいきますよ。はい。あれよ、ただ逃げた。え、嘘。まさか。ちょっとタイミング間違えました。じゃあ私が捕まえます。前端持ってきたで、ね、ここに今捕まえてる。これは冗談です。トランプで捕まえます。ここだ。捕まえました、今2枚目のカード。あ、いた。あ、ちょっと潰れちゃいましたね、やりすぎた。でもカード当たってます。何でした？当たるぞ。ありがとうございます。売ってないですけど、ありがとうございます。ずっとやってます、こういうの。ありがとうございます。これがちょっとな、触るの怖い。ちょっとあれですよね。ちょっと怖い。これだけ。これ実は一番難しい。じゃあ、レシさん、お願いします。はい、お願いします。ということで、高野さん、よく混ぜてもらっていいですか？混ぜる？普通に混ぜて。シャフォー。OK。何ですか？ただ、私がカード選びます。こうやってるのが見えない。ちゃんとゼロにも入れるのが、これとこれにします。この2枚が私の予言です。私の予言。ここに置いてきます。はい、混ぜます。ただこれを2つに分けて。噛み合わせるわけです。じゃあ上と下どっちがいいですか？上で、強制的に下になりました。上と下ですね。じゃあスケートボーストップ。上に
えてるこのカード覚えてますか？マークと数字覚えて、やっぱり下に見えてるこのカードのマークと数字覚えました？上と下ですね、はい。どうやってか、どうにかどうどこか行っちゃいましたね。さあ、ウィニアとか何でした？漫画とか見てるから。ダイヤの6、私の予言が、いや、その手からさすがに出せよみたいな出たよ。もう全然関係なそうですけど、2と1で21なんですよ。つまりダイヤ6が21枚目にあると。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21枚目。よかったね、6ですね。もう1枚ありましたね、もう1枚。何でした？スペードの5。スペードの5。予言によると、今度は、12枚目から行きますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚目にスペードの5ですね。ありがとうございます。ということで、あけぼのお願いします。お願いします。あけぼのです。